海外の反応の時間です。アイドルマスターシンデレラガールズ U149 には感想。ではごゆっくりどうぞ。お前らアリスの P になりたい。俺はすでにそうだな。アリスのパパということか。なりたいね。イエス、どっちの意味の P にもな。忘れるなよ、ロリは成長してしまうんだ。同じままではいられないんだ。それは悲劇であり同時に素晴らしいことでもある。花が美しいのと同じように果実もまた美しいものだ。アイドルマスターのキャラは成長しないだろ。弥生は一つ年を取ったじゃないか。一話見終わったとこだけど純粋なる傑作だわこれ。桜井桃香は私の母になってくれるかもしれなかった女性だ。シャア、ミリアのことはどうした？アムロ、私は今アコギなことをやっている。誰かと出会う、話す、母になってくれるかもしれない、死ぬ、イカループ。もうすぐ放送。みんなニーナが大好き、エピソード。奇遇だな、俺もニナのこと大好きなんだ。桃香がマイティセットとクッキー持ってきてる。クソ、俺もニナをギュッてしてえな。はあ、そこにいるのが俺だったらよかったのに。どっち側だ？このシーンで一時停止しないといけなかった。マジで可愛すぎて俺の心臓が耐えられない。知恵は今回魅力を存分に見せつけられたな。全て計画通りだ。ニナの BGM としてみんなの気持ちのインストゥルメンタルが流れてるのクールだね。エンディングのボーカル入り版もクールだぞ。いや、これはひたすら可愛いわ。それな、なのに私たちはニナが持ってきた全部の着ぐるみを着てるシーンを奪われてしまった。俺たちにニナの着ぐるみ姿集全部見せろ。サイゲームスピクチャーズ。ニナはイカ娘以来の萌えイカキャラだな。ニナがベストガール、すでに大好きになっちゃったよ。めっちゃ可愛いよな。ニナが多分 U149 の中でも一番若いんだろうな。今回はキュートなエピソードだったけど、他の子の回だともうちょっと重くなりそうな気がする。ニナが最年少だけど唯一の9歳というわけじゃない。多分その中でも一番子供っぽくはあるけど。キュート&ファニー。尊くて面白い。キュートなオープニングだ。オープニングの映像めっちゃ良かったな。俺オープニングにチカと雪見と梢の3人の追加アップデートが来るのを楽しみにしてるよ。絶対そのうち来るから。絶対ね。でも新キャラ加入なんてあるのか？ただ願ってるんだ。オープニングのハルトリサ。はあ、リサの飼い犬になりたい人生だった。いさかいはいつあるんだ？今回もアニメーターの反射の書き込みを楽しんでやがる。可愛い尻だ。うおー、もっとロリアイドルをくれ。うおー、小春とその犬かっこいいグアナ。イングリッシュブレックファスト。桃香は一体何を企んでるんだ？朝食ってベイクドビーンズは？ブラックプディングは？桃香はお前みたいな庶民じゃないんだよ。あのすまん、ティータイムが正しかったな。イギリス人が朝食にブラッドソーセージを食べ、昼に紅茶をたしなむことを忘れていた。ミリア、ミリア、ミリア、俺の嫁のミリア。オープニングのハイタッチのシーンがマジで良かった。柔らかい。このシーンの短い切り抜き動画を見ただけで俺の中のロリコンが大きくなっていくのを感じる。ミリア、ドケモモか、プロデューサーとハイタッチさせろ。ああ、これほんとよかった。小さな女の子の柔らかい手のひらが俺の手に触れる感覚を想起させてくれた。キモ。褒め言葉だな。俺のリトルミリアほんと愛してる。このアニメ見てるとムラムラしすぎてしまう。やばいやばい。今さら気づいたけど、このアニメって実は手の描写のサービスシーンがめっちゃあるな。アニメーターがスキルを見せつけている。好き。俺こういう視点大好き。アリスちゃんがベストアイドル。春の脇。セクシー、エロい。あと桃香はオープニングでもハイタッチするんじゃなくてお辞儀をしていたな。ピーとハイタッチしてたアイドルはみんなパッション属性なんだな。またのんきがこのアニメを見て再び桃香本を書いてくれるといいな。お前らが彼女たちの小さな手に触れることなんて決してないんだぞ。お前らは彼女たちに届かない。お前らに彼女たちは得られない。ここのシーケンスに名前があるのか知らないけど、シンプルな背景の中全員が手をつないでいる光景は2011年のアニメを思い出すな。マジで最高。あと魔法少女変身バンクもな。ツイッターで指摘されてた。メアリーがいいな。この予約席は梢、雪見、マイとあと誰だ？チカ。梢ファンたち、俺たちが輝く時は近いぞ。最高かよ。さっきの予想は正しかったらしいな。お、クランチロールが2話まとめて配信してるじゃん。1週間遅延が1話だけで済んだのはありがたい。あとはオープニングとエンディングの歌詞を載せてくれさえすれば。クランチロールはオープニングやエンディングの歌詞を載せる権利を得ていないからできないんでしょ。待て、オープニングやエンディングの歌詞を画面に映すのにも許可が必要なのか？詳しいことはわからない。オープニングやエンディング曲はライセンスが別なのか、歌詞に何かが含まれてるせいなのか、
何かがあってクランチロールは歌詞の権利を得てないっぽい。この小さなボーイッシュ娘愛してる。母、ボーイッシュ娘がリサを怒らせてる。自分も化粧とかからっきしでやったのはダンスの発表会と卒業式のプロムくらい。彼はのための存在。ペロペロ。これもいい今期のネタ顔になりそうだ。ああ確かにマジでいいなこれ。ルーキートレーナー、反射には CG を使ってるのかな。クール。俺の幼女アニメに出てきたこのババアどもは誰なんだ。シキとフレデリカだ。最高のババアやぞ。このレイジーレイジー寮のやりとり面白かったわ。気に留める必要はない。あいつら完全にクレイジーだから。一方その頃、別のチャンネルでは別のアイドルアニメが放送中。うわ、ニナがチキンを落としちゃった。あははは、あの二人はチキンを拾って持ってきてくれたけど、プロデューサーと少女たちはすでに探しに出てしまってた。互いを探して走り回る面白いゲームになりそうだ。シキちゃんとフレちゃん。ああ、野生のシキが現れた。シキとフレがちゃんとしたアニメデビューを果たした。確かにフレはシンデレラガールズのアニメでプロジェクトクローネのメンバーだったけど、あれには悪友のシキが全く出てこなかったから、フレがどれだけ型破りなのかがよくわからなかった。この二人の関係が本当に大好き。他の CG ガールズもゲスト出演するのか気になるところだな。アルス本当にちっちゃいな。なぜだか興奮する。なんでこのポーズこんなにセクシーなんだろうな。俺もアリスに機嫌な目で見られたい。その言葉を俺もアリスに言われたいな。最後の3単語を抜いて、ここのニナの声が面白かった。いい声優ってのは変な声も出せるから、そこで見分けがつくな。久野美咲は最高だぜ。そもそもなんでニナは着ぐるみを着る必要があるんだ。ネグレクトな親からはもらえない注目を得られるものだから、ニナの人生は大変なんだ。挿入曲、これこそアイドルマスターってもんだな。アイマスアニメを見るのは初めてなんだけど、毎エピソードどっかで曲がかかったりするもんだの。うん、時々エンディングも変わる。エンディングも変わっていくっぽいね。毎週新しいアニメーションを用意するのは大変だから、全部静止画だけど。まとめシーンで流れ出す君にいっぱい、素晴らしい選曲だ。アリスはすぐ人気出るだろうな。ツンデレロリはまさに甘やかして愛情に溺れさせるための存在だ。一連の花のイメージは一体何だったの。ニナにあれが来たってことか。わかるだろ。バロタ、名前もニーナだしな。アノン、どうして。ハッユー、お前は超えてはならない一線を超えたぞ。くさ、25歳のプロデューサーがお兄ちゃんって呼ばれてる。俺もアリスに怪訝な目で見られたい。素晴らしきババアども。お前らこの作品にババアはいないって言ったじゃないか。お前本気でそんな怒ってんのか。フレデリカはババアじゃねえよ。19歳、ババアじゃない。レイジーレイジーは行きたいと思った場所に行く。二人がミリオンライブに乱入したいと思えばそうするし、 U149 に乱入したいと思えばそうするんだ。お前らに彼女たちは止められない。お前らの考えなんか二人には関係ないんだ。ニナはパパに自分を見てほしかったんだな。アイマスで何やってんだマコ。フレデリカとシキはなんでこんななんだ。他人の大切なものを取る。初対面の少女とその保護者が人間的に成長するまで返さない。詳しい説明は一切しない。いなくなってる。何なの？怒ってるとかじゃなくて、ただ困惑してる。アイマスファンたち、このキャラクターはいつもこうなのか？まあそうね。シキとフレはすごい気まぐれなんだ。シキはいい子ではあるんだけど、なんであそこまでニナをからかう必要があったんだろう。シキも親が海外にいるから似た者同士だと分かったんだろう。一ノ瀬シキは全アイマスシリーズの中でも俺の一番の推しキャラだから、登場を楽しみにしてた。アニメだけ見ていて、ゲームをプレイしていない視聴者のために解説しておこう。シキはすごく多面的なキャラクターなんだ。おバカでいたずら好きなんだけど内向的で、人物の隠れた部分に気づくのがとても上手なんだ。シキのストーリーは、父親も海外にいて母親についての言及もほとんどないというもので、それがニナとのキャラクター的なつながりを生んでいる。このつながりがシキがニナを問い詰めるシーンに期待した以上の深みを与えてくれていた。尋問の間、彼女はニナに自分の境遇について具体的に喋らせようとしているのがよく見て取れた。シキがどうしてそれを知っているのかはわからないけど、彼女はアイマス世界の中で最も賢い部類のキャラクターだしね。いずれにせよ、シキが促したことによってプロデューサーはニナを理解し、このエピソードにおける問題を解決することができた。やはりシキこそベストガール、ベストアイドルだ。シンデレラ選挙でシキに投票しなきゃ。こういう明言されない些細な描写から、脚本の人たちがキャラクターをよく理解し、シナリオを通してキャラクターを引き出していることがうかがえるね。
これからもすごく楽しみなアニメだ。すまないアノンたち、俺告白しなければいけないことがあるんだ。実はいじめられてるニナを見てちょっと喜びを感じた自分がいる。朝、水やりする。午後、花が咲く。そしてアホどもが匂いに釣られてやってくる。正直ここすごく面白かったわ。マジでこの花のイメージは何だったんだ。クレトシキがゲスト出演、フミカも登場したら呼んでくれ。お帰りなさい。後ろの三人こそ最高。彼の目が死んでる。一体どれほどの虐待を受けてきたっていうんだ。ただ今のところアイドル活動に興味がないってだけ。じゃあなんでいるの？親が契約したから。ワンワードだけ書かれてるシャツ大好き。俺もだ。キュートだ。 T は男の夢を体現してんな。マジで T そこ変われ。みんなの気持ち。エンディング曲はヘッドフォンで聴くことを強くおすすめするよ。今視聴してるやついるのか？生でもう見たよ。右手でワンチャーン、左手で操作。アリスたちは何を笑っているんだ？お前らのあれを見たんだろ。エンディングも可愛かった。各アイドルの曲がエンディングになるとは予想外だった。他のメンバーの曲も楽しみにしてる。特にモモカのエンディング、このアニメガチの傑作だろう。サウンドデザインも音楽もすごくいいな。みんなそれぞれにテーマ曲があるっぽい。アイドルアニメとはそういうものだ。みんなそのうちテーマソングどころか専用アルバムを持つようになるだろう。全体的に素晴らしいエピソードだった。これまでのアイマスシリーズのアニメ作品やこれ自体の漫画とも驚くほどに全く違う。素直で気軽で心地よい雰囲気がある。毎週仕事帰りの U149 を楽しめそうだ。なんで無職転生の監督は船を飛び出てこのアニメにたどり着いちゃったのか、誰か説明してくれないか？趣味がいいんだろ。俺さ、昼の身分は小学校の先生だから、多分このアニメ見ちゃダメなんだろうな。スイートで楽しいぞ。クラスで見せろよ。むしろ生徒と一緒に視聴しろ。だがヨンちゃんのスレは見せるな。生徒と一緒に視聴しろ。ヨンちゃんのスレも見せろ。何年生の担任なんだ？このアニメは実際いたって健全だから大丈夫だよ。鬼舞と比べるとね。鬼舞は最初の2、3話にファンサービスがあっただけ。信じられないほどに健全だから最後まで見ろよな。最終話はまさに温泉会だったじゃろがい。ボーイッシュの子が主人公のウインナーを確認してましたよね。お前ら漫画を読むべき。漫画は健全だから兄弟の関係を修復する物語なんだよ。マジで鬼舞を楽しんだものとして言わせてもらうけど、健全って鬼舞を表現する上で最も遠い言葉だろ。健全エロだな。分類的に最高の健全に当たる。2話はニナの服装がすごいおしゃれだったね。あのリサよりもクールだった。素晴らしいエピソード。正直言って制作は今のところ場外ホームラン級の仕事をしてるよ。一つ確かに言えることは、アイドルは自分を輝かせる状況に出会った時に輝くということ。そして今日のニナちゃんに足りなかったのは自尊心。ただそれだけだった。全て両親が忙しくていつも一人ぼっちだった不幸な状況が原因のものだった。アイドルは素晴らしい。イエス。素晴らしいエピソードだった。アイドルアニメを見るのは初めてだけどすごく楽しめてる。子供を育てるためには本当に村社会が必要だよね。ニナはどこに行ってもみんなが彼女の名前を知っている。アイドルだからというわけではなく、ただ彼女がいい子だから、彼女が落ち込んでいる時にみんなが集まってきてくれるのはすごく心が温まった。彼女は9歳でまともな両親もいないなんてこった。彼女にはハグが必要だ。こいつが今期の悪役なのか？こいつアイドルたちに何をしたと思う？きっとこのノートパソコンの中にエッグイのが入ってるんだろうな。1話で喋ってた3人の矢に T のうちの1人だろう。平均的 U149 博士の姿である。 U149 の事務所ってどこにあるんだろう？三代プロダクションと同じビルに入ってんのかな？そうじゃない？でもトレーニングは違う建物でやってるっぽいんだよな。最高のエピソードだった。ニナ本当愛してる。俺もニナの回るような課題好きだよ。可愛いけどこの髪型、前髪はすごいダサいと思う。悪のレス。俺はニナの前髪大好きだけどな。実際にゲームをプレイしたことあるやついるのか？もしくはみんな同人誌読んでし、やったことあるだけ？昔はやってたんだけどリズムゲームが苦手でさ、結局イベントやるのが面倒くさくなってしまってやめた。でも好きな子を揃えてプレイすると結構楽しいよ。別のアイマス支局のゲームならやるよ。このスレにいるのはまあ浮気みたいなもんだ。俺もシャイニーカラーズやるぞ。シャニピー集合。俺はシンデレラガールズしかやってない。リズムゲームはシンプルすぎて面白みがないから。面白いイベントでもやってないと完全に無視してるけど、 PSP で初代もやってみたけど今までやったどんなゲームよりも難しかった。
イザードリルより、忍者竜剣伝より、エルデンリングよりも難しい。セーブ&ロード戦法以外で SSR10 連引きよりもすごい幸運を引き寄せるとか、一体どうやったらできるのか理解できない。そういや昔のアイドルマスターってエヴァンゲリオンみたいなキャラで座してたんだな。すっかり忘れてたよ。STSN、SS、TD、SC をやった。あとは U149 を見るために漫画読んだ。やるじゃん。あるよ。PSP のをやって、あとはスターライトステージを当初からプレイしてる。リサが俺の嫁なんだけど、彼女に声がついて、そして今やアニメに出ているという事実を考えると絶頂不可避だわ。ミリスタカジュアルぜ。初代のシリーズも多少やったよ。デレステも初期にちょっとだけやってた。 U149 勢で胸が一番大きくなるのは誰だと思う？一人残らずみんなミリアでしょ。よし、じゃあ今から U149 視聴してそれから刑務所行ってくるわ。高評価が欲しいのだ。チャンネル登録が欲しいのだ。そろそろ登録してくれてもいいと思うのだ。何でもするのだ。お願いするのだ。